はい、農園399日、トウモロコシがいい感じですね。トウモロコシがもうすでに何本かもぎって食ってます。でも今年は本当にトウモロコシがいい感じ。シェア畑っていう YouTube チャンネル見てるんですけど、新しい農園をね、参考にするためにシェア畑農園ライフっていうのをよく見てるんですけど、トウモロコシはねこういう大きくなる前の脇芽みたいなのを萌いでヤングコーンにするらしいです。ヤングコーンとして食べるらしいです。詳しくはちょっと説明するのは自分では役に立つかの否めないけれど、例えばこういうね、こういうのが脇、これが脇芽な、脇のコーン、この2個もすでに大きいのができるはずなのに、さらにそこにもう下に1個できようとして、これがもう食べれないので取っちゃいます。大きくならないらしいですね。これをもう一度取っちゃう。でこれをヤングコーンとしていただくっていうことらしいです。こっちもちょっとあれだな、いらないな、これこういうやつね。ここにもう1個2個3個とかできおるのに、ここにもう1個、これがもういらない。おっと、こういう感じです。はい、でこれちょっと萌いでみましょう。これがヤングコーンです。茹でて食べます。このヒゲもね、天ぷらにして食べることができるし、こんなもんかな。今週はこんな感じで、トウモロコシが取れるようになりました。ってぐらいかな。ほなまた。